最後の曲は私の中でもちょっと今日は意外とスタートが長渕剛だって、だったんですけど、ラストも長渕剛でして、はい、この春の引っ越しのシーズンというかね、新しい行く都会へ出て頑張ろうかっていう人に響く曲、ね、なんですで、都会にだんだん染まっていくね、太田博美の木綿のハンカチじゃないけどもそれの男バージョンで、はい、東京青春朝焼け物語聞いてください。長いね、これ長いね、これも長いですね。鉄の棒のように痛かった。お前と二人で不動産屋を回った。張り紙を何度も何度もなぞりながら、井の頭線で五つ目の駅で降りた。愛想の悪い酒屋で俺は缶ビールを買った。植木鉢の下に鍵を置くことに決めた。二度どきできない段ボール箱を背中にして、俺たちは蛇のように丸くなった。今日から俺東京の人になる。バイクや空気入れを借りに行く。